ドーン橋、ないし、ブリック・オードーンは、スコットランドのエアシャーにある、中世後期の橋。オールドブリック、オールド、ブリッジ・オブ・ドーンなどとも称される。カテゴリー A の構造物である。オールドブリック・オー、ドーン、エアー、スコットランド1890年から1900年頃の絵はがき。この橋は、15世紀初めに建設されたものと考えられている。 ジョン・ワール・ヒュームによれば、橋を建設したのは1465年に没した死去ジェームズ・ケネディであったというが、記録として最初に現れるのは1512年である。橋は1593年には荒廃している状態であったという。この橋は2007年にスコットランド銀行が発行した5ポンド紙幣に、 ダンフリーズにあるロバート・バーンズの銅像と共に描き込まれている。南西向きに眺望する橋。この橋はアロウェイの近くでドーン川に架かっている。また、端子間のアーチ橋であり、急な傾斜で72フィートの長さに対して26フィートの高さがある。最も最近の1978年を含め何回も修繕がなされており、あちこちで、 石積みが整合していないところがある1816年に少し下流に建設された端子館の石橋リバードーン、ニュー、ブリッジオブドーンが行動 B7024 号線を渡しており、増加した交通量をさばいている。古い橋は石材を流用すべく新しい橋の建設業者に売却されたが、寄付金を集めてこれを買い戻す運動が起こり、新しい橋の新宅理事たちも、 石材を別の場所から調達することを決めた。橋の路面に置かれた丸石の線は折れ曲がっているが、これは魔女が渡ってくるのを防ぐものとされている。この橋は、ロバート・バーンズの死、タムをシャンターの結末部分の舞台となっている。この場面で、タムは起乗し、追いかけてくる魔女ナニーから逃れようとしている。彼は流れにかかる橋を渡り、かろうじて魔女の攻撃を逃れることができたが、 魔女は馬の尻尾を掴んで引き抜いてしまった。魔女は頻馬の尻を捉え、メグの尻尾は根こそぎにされた。ブロードウェイのミュージカル、ブリガドーンも、その題名はこの橋にちなむものであるが、ミュージカルの舞台は空想上の場所に置かれている。ありがとうございます。